バウアーが日本初タイトル、月間 MVP 獲得。セパ両リーグは6月度大樹生命月間 MVP 賞を発表し、トレバー・バウアー投手が初受賞した。4試合に先発して4勝無敗、防御率 2.08 だった。非常に光栄なこと。勝利は野手の皆さんの頑張りがないと点が入らないと得られないもの。そうでないと勝ち投手になれないので、野手の皆さんに感謝したい。中でも一番は星野伊藤と共通認識を持てたことじゃないかと思う。首を振る回数が減ればテンポは良くなるし、その中でいいリズムを作ることができた。そこが一番の要因だと思う。素晴らしい経験、素晴らしい時間になっています。良くない時もあったが、そんな時でも変わらず大きな声援を送ってくれて、心からウェルカムしてもらっている、受け入れてもらっているなと感じます。常に球場では大きな声援をもらっているし、ここまですごくありがたいなと思っている。競った戦いがセリーグで続いている。その中で自分のできる最大限の貢献をしたいと思っています。すごい良い選手がたくさんいて、良い戦いができていると思うので、必ず自分の仕事をして優勝を勝ち取って、ファンの皆さんと一緒に喜べるシーズンにしたいと思います。よかったな、バワー。バワーおめ。バワー、鬼人のような活躍だった。バワーとうとう NPB も認めざるを得ない日が来たかか。そしてプラスワンは下までや。さすがに4勝0敗はそらね。ウキウキで動画出しそうやな。また動画のネタ増えたな。トレバー・バウアーのどん底からのリスタート物語が面白すぎる。バウアーって結局打たれまくったの環境のせいやったな。バウアー日本の蒸し暑さに耐えられるかな心配や。バウアー効果計り知れないわ。ずっといてくれてもねえんやで。明日勝ってさらに活躍見せてほしいわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。